はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。ではですね、コラボガチャですね、始まりましたので引いていきたいと思います。まずは半額といきたいところなんですけども、優勝がないので、行ってみたいと思います。一応ね、先進天井じゃないな、みなしご天井まではありますけども、そこまで行くのかどうするのか悩みどころですけども、行きましょう。ドン。さあ、何も来てないミッドウェイ小津。今回はね、あまり深い追いをせず行こうと思いますけど、負けると思いながら試合するバカはどこにもいないということで、強気にね、50連で終わるつもりでいきましょう。しかしもうすでにいっぱいしてますね。2敗目惨敗が濃厚となってきております。さあ30連目いきましょう。ドン。ミートウェイやってきて、やってきて、やってきたのみ。さあ30連目で、おっと虹が2つ。さあお願いします。私の仕事は自分の心を信じること。はい、ありがとうございます。やりました。さあ続いてはどうですか。ドン。さて今日の当番は、だんだんと遠慮がなくなってきたわね。まあいいか。今日は、マミンと戦うみたいだからよろしくね、園長先生。はい、ありがとうございます。すり抜けはナポレオンでしたか。ナポレオンは、金品に変わりますね。無垢の金品で。でもありがとうございます。朝かありがとうございます。では行きましょう。続いてドン。ミッドウェイやってきて、やってきたのみ。さあどうだ。虹はそうかな。天才お願いします。天才は来ない。行きましょう。続いてドンと、さあどうだ。虹は来そうにないですね。さあ続いていきましょう。ドンと。ミッドウェイやってきて、やってきたのみ。さあどうだ。金が2つということは召喚しないですね。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果ですね。もう本当にね、70連目ドン。ミッドウェイやってきて、やってきたのみ。さあ SSR が今のところ2体。まあピックアップが来てるんでね、よろしいかなとは思うんですけど、ちょっと寂しいですね。さあ行きましょう。800連目。ここは泣く泣く撤退も視野に入れた方がいいですかな。素晴らしい成果ですね。まあね、新キャラクターが手に入った、アサカが手に入ったのでいいかなっていうところです。おっとプルプル震えた。これは期待が持てます。さあどうだ。おっと SSR2 体ですね。お願いします。新キャラクターエリカお願いします。この天才お任せあれ。素晴らしい成果ですね。私の戦場はこれまでの全ての日々といったところかしら。やりました。ありがとうございます。ありがとうございます。エリガさんありがとうございます。黒騎士だったかしら。グレーテル商会からの依頼で来たわ。私が仕事を引き受けてあげたのだから感謝なさい。はい、感謝します。ちょっと手元がねエロい。さあおっと朝香もやってきて、ありがとうございます。ということで90連ですね。
来てくれました。今回はありがとうございます。喜んで後半を待つことができそうです。ありがとうございました。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。後半もね、この調子で弾けていければなと思います。ではラーサマ隊。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサマ隊。